どどーん。まず、伝統つってからですね、今日も。何で言ったっけ？伝統。皆さんご存知のように、もう、半年ですよね、ブースカー。え？半年経って未だに、なんか存在しない団体の名前を未だに書いてるというね。そうです二番ね。号だかドワン号だか、そうなのよ。伝統いきまーよす。ろしくおパッ願いパしカパッます。パッパー。七尾様、今日は出るでしょうか？ 先週はね、お出になりませんでしでたもんは、ね。かかっても来なかった七尾ははは、様。ひでえな、七尾も様の電話番号移しちゃう？かかっております、今。七尾様、もしもし。あ、もう電源切ってますよ、この時間。すごいですね。ちょっと七尾様の電話番号は抜いたまま、ほら、七尾様にかけてます、七尾様に。七尾様にかけてます。さすがですね。ちゃんと指で切りたし。かかってないです。はい。かかってませんよ。はい、見えてませんよ。もう一大回、丈夫ですよ。もう大一回、もう一回かけようもうか一ね。回もう一回かかけっちてゃまう。通話終了になっちゃったから、七尾様もこうなったら。ねえ。本当に皆さん、これどう思いますか？まずアンケート取ってください。たるんでると。文科省よりひどい。文科省と一緒。ひどいな。聞いてみたいと思います。はい。映ってるこれ、七尾様。画面に。番号映ってないです。違う違う、名前。もうちょっと下にしてください。名前。もうちょっとして、もうちょっと名して。前。はい、です。名前映ってる？名前は映ってる。はい。大丈夫です。ね。ということで、はい。七尾様におかけいたしました。いや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 、はい。文科省よりひどい。文科省と同じ。文科省よりひどいっていうのは文科省の方がまだマシってことだもんね。そうですね。ね、二番号は文科省よりひどい。文科省と同じ。二番号の方がまだマシ。もうそれなしだね。同じか、ひどいか、二択でいきますか。だってこれをデジタル企業と言うんでしょうか、ブースか。いや、ね、皆さん。もうちょっとちょっさ、聞いてみましょう、二番号。だって、それで書類を出せっつったんだよ。で、書類を送ったんだよ。で、その後メールでも書類が届きましたって来たんだよ。はいはい。で、少々お待ちくださいっつって3ヶ月、もう6ヶ月、3、4、5、6、7だよ。ねえ、ねえ、かなり3、大きい4、ですよ。5、6、7。もう2月から言ってたからね、そのこと。半年経っても全く文字が変わらない。ちょっとあれですが、川端さん、質問ってそっひちかどらくな投げこかけられれ。ましたっけ？ちょっと、二番ゼ号ニラとにはいうちょっ会と、社に関して、これちょっと。じゃあちょっと僕の方からねえ、出してみましこれょはひどいでしょう。さすがにちょっちょっと、と、攻はい、撃もうアンケート行きましょう。どだっうて、半年経っても、たった4文字を変えられないんだよ、提供を。ねえ、提供を新唐日本から田中康夫事務所っていう字を変えることができないって、皆さん。皆さん、タイムシフトの画面のとこ、これ見てくださいよ、一番上に、ほら。提供、田中康夫公式チャンネル、提供、新唐日本、累計来場者数26万9129人。ねえ、すごいね、これ。で、下の方のだって、ほら、いや、田中康夫事務所のツイッターはこちらってのは変わってんだよ。これはうちで変えられるんだ。どこですか？この下の画面の方に、ほら、田中康夫事務所のツイッターはこちらで、ヤッシーアンダーバーあ、それオフィ僕はス。毎週書いてますからあ、ね。これはブーはい。スカン書私いてが書くいれててまる。すから。はい。どこで、この上が変わらないというね、どうしましょうニュね。アンを言ってみたいと思います。ニュアン頑張っをてドね。アンを。はい。何が地球ができてから46億年でたった2.3回。お前そんなこと言ってたら、お前。ねえ。自動車でも新幹線でも事故ばっかりになっちゃうじゃないもうです大変ですか。よこんなね。ことやってたら。ね。はい。行ってみたいと思います。もうお約束ですからね、これね。3をつけてるところにブースカの愛情がありますね。二番号さんの3。じゃあそこはね。うん。はだから、まあ、法人格だから別に3はつけなくてもね、人間じゃないからいいんだよい。まあいいんね。ですけど、ね、東芝さんって言わなきゃいけなくなっちゃうじゃん。僕、ね。そうつけちゃう文部科癖。学省さんって言わないといけなくそうなっつちゃけうちゃかう癖があるんですよね、なんか。ら。ね。はい。はい。行ってみたいと思いはい、いきまます。5、4、3、2、1。
文科省いいか。すごい。文科省、自信持っていいね。そういうことなんですよね。わからないですけど。まあでも本当にたった4文字を6文字に変えられないじゃん。あ、7文字に変えられないってね。不吉な4からラッキーセブンの7に変えられないって。ね、その譲渡のためのね。ね、だってヤシはこういうふうに変えて、こういうふうに変えてって言ったんだよね、ブースカ、うん。はい。あれ字が出てこないよ。あれ田中康夫事務所とね。こう、うん、こう、うん、こういう、あれ失礼しました。大丈夫。白鵬負け。え、白鵬負けちゃったら白鵬。え、相撲やってんのまた今。知らないし、僕、ただコメント。やってるんだ。やってる、やってる。やってる。え、何川端様、相撲取り好きなんだ。好きではないです。すごいね。名取裕子様みたいだね。これに変えてって言ったのに、4文字から7文字に変えることが半年経ってもできないって。さて、ところで今日はもう大変ですよ。このツイッターが背景画面を撤去しちゃったっていう。オフホワイトって。そうですね。ヤシーもそうな、ヤシーのもそうなってるかな。ちょっと待って見てみよう。ここ。おお、白いぞ、白いぞ。まあ、本当にマジですか？うん。だってほら、今までほら、まあ、ここのブルーのラインとかは一応出てんだけど、ヤシーので言うと。そうですね。だからもうなんか、広告を入れるって言ってるらしいね。それはやっぱり自殺行為なんじゃないの？ツイッター社の、このいくつか記事。ツイッターが突然ユーザーの背景画像を非表示に。ユーザーがアップロードした背景画像を削除。広告掲載の準備かということでですね、IT メディアとか、C ネットとか、いろいろと載っておりますけどもね。この問題ちょっとまずやっぱり、まあもうやるべきことはいろいろね、国立競技場とか、まあなんかね、集団的自衛権と言っている、実はあれは個別的自衛権にもなってないっていう内容だとかね、その辺のこととか、生肉の話とかね、ありますけれども、ちょっとこれ聞いてみたいと思います、ツイッター。はい、まあ、ツイッター、経営者がトップが変わってですね、そうですね、まあ、採算が合わないからって。まあ、確かにさ、で俺ね、でもツイッターはさ、やっぱり一人毎月さ、100円とかでも取ってもいいと思うんだよね。だって広告が入りにくいことは確か、インチキ、フェイスブックと違うから。ですかね、はい、あるいはステマやってるようなろくでもねえサイトと違うから、まあそのこと言うとウィキペディアにこの間も私寄付したけど、ええ、やっぱウィキペディアだってね広告を入れずにやってるんで、うん、やっぱりツイッターやウィキペディア的なものをみんなが支えるってことが、これほら言論の空間が守れって言ってるような人たちはやっぱり、だツイッターはやっぱ自分で使ってるんだから、私100円だったら毎月払ってもいいと思うよ。みんなだってツイッターバカバカやってる人は、これだけだって大変な、大変な額になるわけじゃん。はい。これ聞いてみたいと思います。ツイッター、ね。まあ、有料が月1万円とか、そう、レイバンばかり、レイバンのこれ何なんだろうね。レイバン社も困ってんのかね。レイバンがやってる。レイバンが困ってますね。レイバン困ってるでしょ。あれは誰か、レイバンによっぽど恨みのある元社員とかですかね。組織的だね。何ですか、レイバン。あれは、だから、スパムですね。おそらく何かしら、連携、アプリ連携かなんかを踏んでしまった方々がそうなっちゃってる、うん。で、有料だとさ、ユーザー数が激減するとか言ってるけど、ただほど高いものはねえんだからさ、はい、だからやっぱこれ、ツイッターは、100円、ツイッター100円取るの賛成反対。広告なんか変な広告が入ってくるようにね。うん、そうでしょ、なんかセブンイレブンの広告とかそんなの入ってくるよりは行ってみたいと思います。大丈夫、まあ大丈夫、先週の話今しといた方がいいんじゃないですか。あ、先週ね、先週は先ほどちょっと七尾様の電話番号隠してあれしましたけども、あ、はい、ちょっとね、そういう個人情報に抵触するちょっと画像があったもんですから、すいません、はい、ブスカの判断で、はい、ヤシはいいんじゃないかったんですけど、嘘嘘ちょっとね、さすがに、なので盛り上がりか神回だったんだけどね、ブスカ、ね、この間はだっては18日水曜日でしょ、ちょうどあれですよ、うん、なんだあの与党単独採決をした日でしょう。そうそうですよ。ね、水曜日。
与党単独採決の日だった。残念でした、あれはね、本当に。ね、残念、残念。うん、ブスか。失敗しましたよ。もう一回73かけますか ?2 と3の違いがわからない、バッドジョブだ。あの、一応これ全部遊びなので、呆れたジョブっていうコーナーを必ず作ってるわけよ。はい、まあ、常にボケてると思ってください、こうね。ボケ一発入れてると。そうなのよ。編集して再放送ってできないんだ、ブースカ。いや、もう無理ですね。消しちゃったからね、ブースカがすぐ消しちゃったの。ブースカはそういうふうに、皆さん、特定秘密法推進論者だってことがよく分かった。一応ちゃんと、アーカイブを、ね、やっぱり魚拓を取ってから消すのかと俺は思ってたら、もう消しましたって事後報告だったからね、ブースカ。だってあんな皆さん、実はブースカは特定秘密保護法推進論者です。いいです、言っときますけど、カーチャックスリマルさんの電話番号がバッチリ出てるんですよ。だけどそんなの分かると、そんなもん録画して30分やってる間に拡散するのに、ね、ブースカそうすると誰か取ってたやつが流しちゃうかもしれないじゃん。まあ今のところキキちゃん大丈夫だっつって、だから消したんです。はい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 、はい、ブスか。まあそういうことでね。まあ今後気をつけるということで申し上げ、はい、でも本当神回だったんだよね。よかったんですけどね。めちゃくちゃね。もうコメント数もめちゃくちゃ多いし、来場者数も多いし、消えてしまいました。暗黒の歴史ですね。そう、しょうがないですね。うん。結番扱いで117回はね。ね、いい番号なのにね、117なんて。117クーペだよ。いい数字、117クーペ。時報じゃないんですね。さて、あ、いい、そうですね。そう。じゃあいきますよ。はい、5、4、3、2、1。ボン。まあまあまあ。まあまあ、でも払うという人もいるもんね。うん。まあこれはよくわからん。で、ほら、デルタがスカイマークを支援というので出てきたんでね。全日空が今青くなっちゃってる。はい。はい、まあでもこれはまあ当然まあ株、債権者たちの会合で決まるんだけども、うん、あり得るね。でまあ、デルタは皆さんご存知のようにあのスカイチームという、エールフランスとかですね、まあ、その辺が入ってる。で、まあ、KLM、もともと KLM も入ってて、はい、でまあ、デルタというのはもともとはデルタという経営が苦しくなった時に社員たちがいっぱいお金を出して飛行機を1機買ったっていうのが昔は美談のようになってたポートランドにあった会社なんだけども、 それがまあウェスタンと合併をしてデルタになって、うん、しかも今やもうノースウェストと合併したから、うん、単なるもう1円でもコストカッターっていうそういう会社になってしまったのでね、ヤシは昔は乗ったけど、ちょっと最近乗ってませんけどもね。で、まあ、ご存知のユナイテッドと全日空というのが、まあ、例えばですね、ルフトハンザと一緒に、スターアライアンスやってるんですね。で、日本航空とブリティッシュエアウェイズとか、はい、アメリカンというのがワンワールドというのをやってて。なので、まあ、日本に入ってきてる中では、結局デルタのところは日本でそれを担当する会社がいないと、コードシェアできる会社がね、はい、なのでまあデルタとしてはスカイマークへ資本参加することによって日本の中のスカイマークをそうして、でまあスカイマークをもう近距離アジア路線もやらせるようにしていこうと、うん、まあ、ジャスの末期みたいな感じですねをやろうとしているというのが、まああのちょうどこれが、はい、ロイターとそれから朝日新聞と両方載っておりますのでね、はい、まあ、これはどういうふうになりますかね。うん、さて、この間の、モーニングクロスではいろいろやったのだが、モーニングクロスではこれ見せたのよ、ブースカ。あれ、これが、どこ行っちゃった、どこ行っちゃった。まあ、さっき書いていた人もいるけど、ほら、まあ、英断だと言って、英断地下鉄じゃなくて、あれしたんだけれども、今、はい、一つ、こう、ちょっと、あれですね。競技場を直すということだけではちょっとみんなが評価しなかったという感じになってますけどね。ああ、内閣支持率。うん。はい。まあ、で、このね、朝日新聞、毎日新聞のこの記事面白いね。はい。やっぱりそのコアな支持層だったところがちょっとがっくり来ちゃってるという話なんだわさ。はい。で、確かにこれは言えていてね。うん。何かっていうと、やっぱり一つは僕はやっぱりあれの問題大きいと思うんだ。世界遺産の問題。で、世界遺産を韓国がまあ反対するんだったら今回は採決をして通らないなら来年でもいいじゃないかという意見もあったんだけど、とにかく今回通さなきゃいけないと、吉田松陰の建物もと。で、なんで産業遺産と吉田松陰が一緒かっていうね、根源的な議論もあるんだけど、それでまあとにかく韓国が納得してくれる文章にしようってことで、フォーストトゥーワークになっちゃったわけだ。でもフォーストっていうのは強いるってことだからね。ね、フォーストレイバーとフォーストトゥーワークは違うっつっても、これ同じでしょ、ブースカ。
ということなので、この問題、あとまあこの間のオリンピックの問題、はい、あるいはまあ安保法制じゃないと思うんですね。だからコアの支持層がちょっと保守って何なのかなって思い始めちゃってるっていうのがこの図表なのでござるよ。はい、まあとりあえず内閣支持率、政治家と出してみました。これは毎日新聞です。ね。ということで、で、いわゆるね、国立のあれをほら、この間あのモニクロでやって、まあ、モニクロちょっと文字起こしが滞っておりまして、そうですね、ちょっと、ね、申し訳ございませんでござる。はい、ね、川端さん、モニクロでやったあのさっきメール送った、はい、あのフリップの4枚あると思うんで、ちょっとプリントしてくれる？で、これね、やっぱりブースが実はね、ずっとね、はい、オリンピックの IOC は割合もう金かかることに関してますが、広告がいっぱい入るのは望んでんだろうけど、うん、ということで、その見直しは OK なんだよっていうのをずっと言ってたんだよね。あの読売新聞で言ったっけ、うん、読売新聞という、つまりアメリカのワシントンからしたら中国の人民日報と同じくらい、政府の意向が、日本政府の意向が分かると言われている内容を載ってるという、この読売新聞にジョン・コーツさんという IOC の副会長で、うん、で、東京大会の調整委員長という人で、うん、この人がもう去年の段階で、あの、オリンピックは、の施設に関しては柔軟に見直しをすることが大事なんだと、はい、私たちはそれを望んでいるってことを言ってるわけよ。うん、だからその民主党の時に決まった云々とか、まあ、安藤忠雄様は番癖つけがしちゃったんだけど、やっぱり結果的にだって13年14年2年半とろうね、まあ、無駄だ。12年の暮れに決まってたんだから、はい、2年間は少なくともやっぱちょっと時間を無意に過ごしちゃったっていうことなんだよね。ハリドさん怒ってみたいですね。誰？ハリドさんは。ジャハハリドさんは、まあよくわかんない。ハリド様はまた今度の計画もありますで、やっぱね、番組で言ったのはこれ金額の高じゃないんだよ、みんな、うん、で1個は何かっていうと、あのロンドンのよりも床面積をいっぱいいろいろなものを詰め込んだって3倍の面積で作れって言ったわけよ、うん、ところがあそこの敷地はロンドンの球技場の3分の2の面積なわけ、うん、多くの人たちは金額もこの乱高下は何なんだって思ってるけども、同時にその圧迫感、みんな分かんないけど、なんかあれを見た時に誰かさんが言った生ガキのようだからゲロゲロっていうことだけじゃなくて、あの周囲との関係であの圧迫感って大丈夫って、つまりなんかほら逮捕され捕まった時にちっちゃい部屋に入れられて真っ暗な中でいたらちょっと精神的におかしくなっちゃうのと同じような圧迫感ってことだと思うんですよね。でやっぱこれ一応そのまあ本当に国際コンピやるのか、ただ国際コンピやらないとまた世界的にこれだけの規模のものはやんなきゃいけないってルールがあるからね、はいはいはい、日本の中だけでやってまたで、なんかほら、どっかの建設省とか、文科省とかの営善課がデザインしたら、ほら、警察署の建物って、みんな同じようなもんじゃないですか。それと似たようなものができてきちゃうからね。そうするとみんなは何なのって。で、まあ、ワールドカップは、まあ、ね、森さんって人は私は個人的にはいい人、いい、正直なおじさまだと思ってたけどさ、あまりに。だからワールドカップはできないだけじゃなくて、そのプレオリンピックってのも前年にやんなきゃいけないでしょ。まあ、今まで昔プレオリンピックなんてやってたかと思うけど、これまたマスコミは言うよ。言いますね。プレオリンピックが違う会場とかどこでやるのよって話になって、はいはい、横浜の日産スタジアムでやるのかよ、違うだろうみたいになっちゃうじゃないですか。それで本当に出来上がるのかどうなのかっていう問題。で、これ、あの、オピニオンクラスで出したんだ、ブスカ。はい。ボボン。ね。問題は金額の高にあらずと。見えますか？はい。はい。で、ここに書いたように、脱グリーンウォッシングから脱ホワイトエレファント、うん。で、ホワイトエレファントってのは何かっていうとですね、はい、いわゆる、あの、脱遺跡ということなんですね、うん。で、ホワイトエレファントってのは白い像。だ白い像って値段が高いわけよ。で、昔タイの王様が、タイのお金持ちの財閥の人間にあえて白い像を送ったと。いや、嬉しいなと言ったらお金がかかりすぎてもう大変だと、維持費がと。なるほど。だからそういうホワイトエレファントにならないようにしようっていうのがロンドン大会で言ったスローガンなんです、うん、で上に書いた脱グリーンウォッシングっていうのは何かっていうとね、よくどこの企業もうちは環境に配慮してますみたいなこと言うじゃないですか、でもお題目で言ってるだけだったりするじゃないですか、うん、だからそういうお題目で何か唱えるのはやめましょうというの、これが2つあって、でこれがアジェンダ2020の原型になってる話なんですよ、うん、で、こちらがね、ジョン・コーツさんというおじさま。これ、朝日新聞、じゃあ、読売新聞に載ったんだからね。
ちょっとこうします、うん、はい。読売新聞に載ったんだけれども、おお、綺麗に綺麗に写ってる。ね。だから我々は、見直しをむしろ推奨すると。で、レガシーというのは施設なんじゃなくて、目指す社会や人のあり方なんだ。これ、去年のインタビューで言ってるわけ、読売新聞で。だから読売新聞だから日本語で書いてあったわけよ。うん、これ見たらみんななんか気づくはずだったんだけど、これ結構私とか磯崎新さんとか言ってたんだけどね、はい、牧文子さんも全然みんなそんな世界公約だって言ってたわけで、7月末からのクアラルンプールの IOC 総会までに事態が改善することを期待するって、これも先月のインタビューで言ってるわけ、はい、で、まあ、今月になって少し動いてきました。でね、これがまあ前回も出したやつで、白い象の涙、はい、ボボン、ね、大丈夫、はい、ね、はい、はい、まあ、ご覧いただくと、あわわわわわ、風が吹いてるわけ、そうそうそう、大丈夫、大丈夫です、ということで、まあ、私がこうやって持ちますか、はい、持ちましょう、はい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 、大丈夫かな、ということでね、まあ、あの人数自体はだいたい8万人なわけよ。ところがご覧いただくように、ロンドンは仮設の座席を 5.5 万席にしてるわけ。うん、ところが日本は仮設の座席は 1.5 万席だったのが、もう全然逆転しちゃってるわけよ、ブスカ。これね。ね、はい。で、旧国立競技場ってのは 9.1 ヘクタールのところに 1.5 万人の収容だったわけ。うん、で、今度の球場は、ね、9.1 が11.0 なんだけど、そこに8万人だからさ、圧迫感ありなんてもんじゃないわけ。そうですね。そうですね。そして、高さ制限があそこは15メーターだったのを75メーターにしちゃったと。これね。そしてロンドンの3倍の床面積にするんだけど、敷地面積は3分の2だから、そりゃ圧迫感なんてもんじゃないってことを多分多くの人は思ってたわけよ。はい、だからこの金額の乱高下だけじゃないんでね。そうすると、まあゼロから見直すといっても、またあんまり変わらないもの、うん、だからその意味で言うと、陸上競技、それからサッカー、ラグビーのような球技、それからまあコンサートをやったり、歌舞音楽、その3つ入ってる多目的ダムみたいな状況になってるわけですよ。治水だけじゃなくて利水だとか、わかる？だからこれを多目的で行くのか、はい、少なくともサッカーと、ね、まあサッカー今までもやってるから、サッカーと陸上だけにすんのか、だから屋根つけんのかつけないのか、こういったところが同じような具合になって、今までの生ガキだったのがですよ、ウサギがネズミになったとしても、なんかチンケになっちゃったなとか、なんだよ同じじゃないかと。そしてそのデザインが多くの人がおーっていう内容でなかったりすると、何だったのって言われてちゃうから、これ大変なパンドラの箱を開けちゃったっていうことで ね、大変に政府の中でも悩んでる人はいっぱいいるわけだわさ、うん、でここに出てきたのが牧文子さんは、大丈夫、あ、大丈夫、もうちょっとこっち、牧さんはなかなか他のね建築家の人たちはおー白紙になってよかったなんつってんだけど、森山さんとか、うん、いい人だから。でも牧さんは、そっちは白紙に戻すということは評価するけど、それが目的じゃないんだと。どういうね、どこまでこれ変えていけるのかっていうことが問題なんだよってのを言っているわけですよ。で、そこで、まあ私の友人というか、まあ私の友人というよりも私より年上だけど、磯崎さんはずっと脱国威発揚してたので、これ来週のサンデー毎日に書く原稿で今やってんだけども、先にこれちょっと述べちゃうと、うん、ブスカ、はい。つまりね、知ってるブスカ、聖火ランナーって最初にやった、はいはい、アテネから聖火ランナーやったのってどこの大会からだと思う？最初からはやってないの、あれ。あれ、最初からじゃないんですね。アテネから火を運ぶってのやってないの。あ、どこだ、どの大会からだと思う？東京。これベルリンオリンピックなんです。ベルリンなんだ。で、ヒトラーは、ああやってずーっとギリシャからトルコから回して、全部バルカン半島から回して、はいはいはい、そしてそこにこういうルートがあるってのを偵察したっていう話なんで、ここなら戦車が通れるとか。で、まあ、国威発揚だ。で、競技場ね、いわゆる今みんな開会式は競技場でやるって思い込んでるでしょ、はいはい、競技場でやるようになったのもベルリンからなんだよ。だから磯崎さんはもう脱国威発揚の時代なんじゃないのと。ね、いわりの話じゃないじゃないと、うんうん。日本でやってよかったねって言われるものにしましょうと。いうことで彼は二重橋前でやったらどうだっていうことをかねてから言っていて、ヤシーもそりゃそうだよねってのを言ってきたのが、このあれなわけ。で、磯崎さんが作っているプランは、あれ、どこ行っちゃった？うん、磯崎さんプランどうでしょう。
紙どこだった。磯崎さんはこれをこれ出してるわけ、これ。あ、番号書いちゃった。ここにね、こうちょっと白くなってる。これ、皇居。と、ここにこうやってステージ作って、あ、こっちの方がわかりやすいかな、ブースさん。はい。こうやってステージ作ったらできるでしょっての言ってるわけ。で、木造のステージ作って、宮大工の人たちがこれを作ると。すると、皇居が見えるところでこれをやったらブースか。すごくみんな。近づけると。うん。白い線なんですいません。ちょっと。わかりますかね。今度パッ、そうそうそう。これ200メートルで、そうそうそう、これステージ。ここがステージ。だからさ、警備めんどくさそうとかさ、こういうさ、ネガティブなこと言う人は暗いね、本当に。今、要は観客席を置くと。うん、なるほどね、そういう暗いこと言ってると鬱になっちゃうよ、本当に。暗いこと言ってると鬱になっちゃうよ、誰か言って。はい。で、あと、まあ、ヤッシーが思ってるのは、だからもうオリンピック12年周期節ブースか。はい。もうアテネ、だってアテネのほら、球技場とかも今、惨憺たる具合になっちゃってるじゃないですか。で、アテネ、それから GDP である以下のところの途上国でやると。で、先進国のゼネコンが全部それで手伝って、高速作ってあげたり、空港作ってあげたり、下水道作ってあげたりと。東京オリンピックだってそれで東海道新幹線できたし、下水道始まったわけだからね。うん、で、あともう一回は先進国でもう一回、新しく作るんじゃなくて、今あるものを耐震補強して使うと。いう、うん、もうこれ4年間を3回、12年周期節というのをヤッシーはこれは言ってるわけでござるよ。はい、で、まぁ、ちょっとこの辺をサンデー毎日の来週に書きますのでね。うん、だから、選手生命考えると12年はって何がお利口なこと考えてんの？アテネでやった4年後は、先進国でもいいんだけど途上国で、そこでやった4年後は途上国か先進国と。だから今やってるのはみんな先進国で争ってるんでしょ。で、トルコのような国は落ちちゃったわけだよ、うん、トルコどころかもっとそうでないようなアフリカの国でだってやればいいわけだ。だって南半球でブラジルでもやるようになるんだからさ、ナイジェリアでもやればいいんだよ。南アフリカ。大した問題ではない。この裏でやばいこと進んでんだろう。何が進んでんですかね。何が進んでんのか分かんないけどね。はい。ということなのでござる。さて、まあ、まあ、国立の話はうんだらかんだら、まあ、まあ、安藤忠雄様のね、会見は皆様も呆れちゃったって感じだけど、一応、とにかく、ご存知のように日建設計とですね、日本設計とあずさ設計とアラップって、この設計4チームがあれやってるんですからね。はいはい。で、竹中と大成建設だけど、まあ竹中や大成建設だってやっぱりあれは早くこんなままで行っちゃったって困っちゃうからね、うん、という気がしますけども、でもそれ以上にブースカ今大きな問題と言われてるのがこれですよ。はい。これね、この絵。これブースカのところにこの、この JPEG で送ればブースカこれ拡大できる？できますね。できる、はい、じゃあ送ってみるね。はい。ブースカにね。この図をですね、ぜひちょっと皆様ご覧になっていただきたいと思います。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。とにかく、競技場がブースカ75メートルの高さにしたじゃない。はい。そうしたらなんと JSC は、今閉めちゃった日本青年館あるじゃないですか。日本青年館と JSC と一緒に、あの国学院の学校の横に、高さ80メーターの超高層ビルを今建てようと思ってるわけ。この。ああ。で、これが今やもう大変な問題になってるわけですよ。そうするとね、競技場がまたこれ一生懸命努力していいものができたとしても、はい、今お送りしました。はい、で、これ、高さ80メーター。神宮球場のね、簡単に言うと照明の機械あるでしょ、ブースか。ありますね。照明があれ40メーターなの。おー。球場よりも高い照明が40メーター。あれの2倍がまたボーンって作っちゃうわけ。で、そこに入るのは、そこに入るのは JSC と日本青年館よ。これいいのっていう意見があるわけ。日本青年館は確かにね、今ね。もう使ってないもん。ないですからね。だけど日本青年館が中に入った上で、JSC になっちゃう。で、JSC ってのはブースカ言ったように、うん、未だに岸体育館の中にあるわけ。はい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 、で、これが何かというと、日本学校給食会連合会という文科省と教員校長の天下り先。だから河野一郎様っていうね、はい、JSC の会長。筑波の先生だった人、はい、うん。あの人は日本学校給食会連合会の会長なの。で、学校給食会連合会って何やってるかって1年間計画して、ね、じゃがいもは長野県の場合でも群馬から持ってくるとか、トマトは福島から持ってくるとか決めてる利権団体。で、これの会長で、ここのホームページ見ると、JSC は我々の傘下ですって書いたんだよ。おー。ブースカ。すごいな。
で、ましてや、その、ほら、スポーツの強化選手の基金を全部切り崩したってことになると、オリンピックの前からもうスポーツの選手の強化基金なんかなくなっちゃうって話だからね。本末転倒じゃないのってことで、まあ大変な。うん、出しました。これですよ。これはね、ちょっと、ツイッターでもハトさんという人が教えてくれて、私も変だなと思ったんだよ。まあ、学校給食会と一緒ってことですからね。これだって、今度作る競技場がブースか75メーターで、でかすぎるって言われてるのに、80メーターのビルここに建てちゃうんだよ。ちょっと高いですね。考えろって、だったらもっと選手大事にするとか、もっと普通の小学生のサッカーの教室とかやれよと。はいはいはい。いう話になってきているわけだ、これは。確か高いよね。大きな問題よ。はい。ね。さてさてさて。この問題ちょっと聞いてみたいと思います。この JSC が80メーターのビル建てるの知ってた人、知らなかった人。ね。聞いてみたいと思います。知ってた人、知らなかった人。まず1番。そう、ご飯と牛乳決めてる人たち。知ってた、知らない。聞いてみたいと思います。おう、なんか参議院のなんか特別委員会の構成が45人になったんで、社民党も入るらしいよ。あら。だから福島みずほさんも入るらしいよ。まあねって感じですけどね。ね、聞いてみましょう。はい、できますよ。はい、どうぞ。5、4、3、ね、国学院高校の横ですよ。1。ね、そう、知らなかったでしょ。で、これどう思うよと。競技場の高さ75にするの。今まで15だったの、高さ、ブースか。15だったのを75にすると。で、それより5メーター高い80メーターの建物を作っちゃうと。JSC。含まれません。競技場の建設費とは別です。別ですよね。で、だって、いい、競技場はね、容積率 250% に引き上げたの。新しいビルは容積率 600% にしたって言うんだから、この圧迫感たりはまた何よって話でしょ。で、しかも JSC の入ってるビルはまだ20年も経ってないの、ブースか。それ普通皆さんが住んでる家よりも新しいんだよ。この河野一郎理事長は何を考えてるのか、ね、日本スポーツ振興センターはどうよ。東京新聞のね、すっぱ抜きでしたけど。はい、じゃあもう質問は出ておりますね。新競技場の事業費とは別です。はい。はい。じゃあいきますよ。5、4、3、はい、2、1。ボン。おう。うん。グッドジョブの人はやっぱ少数意見なんで聞いてみようか。なんでグッドジョブ？それは、ちょっとじゃあコメントで聞いてみましょうよ。うん、コメントで。グッドジョブつった 6% の人たち、教えてちょ。なぜでしょうね。だこれがまた問題になってくるから、どんなにみんなが納得する競技場を作れたとしても、また大きな問題よ、これ。もう本当にパンドラちゃんなのよ。手が滑りました。うん、どうしたどうした。いいあ、本当また。ああ。まあ、いずれにしても、あそこは東京都の風致地区条例の第1号の場所で、明治天皇が崩御した後にですね、明治神宮を内宮として、で、外苑というのは一般の人たちが憩えるパブリックパークにしましょうってことだったんですよね。だからこれね、本当に自民党の人たちや政府の人も頭抱えてるわけですよね。どうすんだろうね、これね、ブースカ。なので、これがね、ブースカ。先週言ったっけ？これね。はい。7月15日。法案を単独採決。単独採決ですからね、与党単独。これまたね、出したらさ、単独採決じゃなかったってディスリのメールが来たの。与党単独採決でしょ。俺、強行なんて書いてないからね。それは数の論理だから強行じゃないの。だけど、単独採決って書いただけで、
次世代の党は賛成してる野党だけど、次世代の党はいいんじゃないの、そういうことじゃないですよ、この特別委員会に入っているのは、自由民主党と公明党と民主党と維新の党と日本共産党しかないわけ。次世代の党も、ね、社会民主党も入ってないんですから。ということなのでね、ちょっとこれは、はい、なんというか、どうしますよ。どうしますよね。ね、という感じになってきました。はい、さて、なんだあと。まあ、来月の5日に出る浅田の、との対談の中での話をちょっと触りを言っちゃう。言わないで。まあ、あと25分でございます。まだ25分もあるの？もう今日ちょっとさ、なんか今週の土曜日札幌で公演するんだけど、それのこれ行くブースか、だいぶ経ったんだけど、はい、これメキシコのあれ麻薬王がほら脱獄したじゃない、まあそれはそれでいいけど、これはどうですかね、ヒゲの隊長のパロディの動画が出てるって言うんだけど、ヒゲの隊長の動画とパロディの動画とどっちが面白かった、あれは見てない。意味ないか。やめよう、これ。東九州道の未開園。岡本さんのところね。あれは岡本さんはちゃんともっと山の側通した方が値段が安いってことも、学者たちと一緒に出したのに、強制連行されるような感じはね、みんな見た人が、中国かよ、これはってね。ごぼう抜きされるみたいな感じは、岡本さんはね、私も存じ上げて何とかしてくださいって来てたんだけど。その前になんかその宮崎かなんかではダムを作るの樹齢700年の木を移植するって、ダム予定地からわざわざレール引いて動かす、だったらこんなのまま50年経って初めて住んだらダムいらねえだろって話でしょうよ。ねえ、700年の木を移住するそのお金も税金ですからね、もともと作んなきゃ OK なわけでしょ、はい、いやーって感じだよこれは。出ないのかな、出ない、出ませんか、ダム作り続けてんのよ、教えてヒゲの隊長でしょ、教えてヒゲの隊長出る、ちょっとね、だってもう日本の面積変わらないんだよ皆さん、本当に、これは流しても良さそうな感じだね、どれがどれ、そのヒゲの隊長へ、ね、あ、流しましょうか、流しましょう、あ、ニコニコであるわ、うん、OK、行ってみよう、じゃあ流しましょう。音も出ますか、ブースか。どうぞ、どうぞ。ここ。YouTube にします。YouTube で。YouTube もまだね、今日あと20分ありますから。意外と今日時間あるね、いっぱい。ありますね、ちょっともう LINE バブル2でもやっちゃおうかな、ここで。いや。教えてヒゲの隊長。自民党が出している。自民党が出している方をまず行く。はい。はい。出しているオフィシャルです。はい。OK。音も出るよ。音も出る。じゃあ出そう。ダム賛成派は人柱になる。なるほど。お、音が出た。教えて。はい。あれ、あかりちゃん。あ、ヒゲの隊長さん。ナイスタイミング。何？ナイスタイミングって。今会いたい人ナンバーワンよ、隊長さん。どこよ。聞きたいことがこんなにあるんですもの。そりゃ大変だ。じゃあ、ズバリ聞くわよ。日本は戦争に巻き込まれちゃうの？そんなことない。でも、本気で心配なんだね。大事な問題だよね。政治を預かる私たちも真剣に考えているんだ。ニュースでも、平和安全なんとか、なんか荒井弘之さんみたいな喋り方だね。そうですね。イントネーションだ。平和安全法制のことだね。日本国民みんなの命と平和な暮らしを守る、そのための法律の整備だよ。あかりちゃんも知ってる通り、最近の日本を取り巻く情勢は残念ながら決して安全法制。今日これ初めて見たんだね。これすげえ。実際にしかもこれカルビーじゃない原本ですからね。原本。なんとなく。もし現実にミサイルを撃ってきたらどうする？え、撃ってくるの？無理、誰か守って。そうだよね。私たちも守りたいと思ってるんだ。もうまあそんな悠長なこと。尖閣諸島で守ってるんでしょ？日本の領土領空を守るために自衛隊の飛行機が緊急発進した回数はなんと。守ってんじゃんね。グランブルで。北朝鮮の
法律作んなきゃ守れてるわけじゃないもんね。日本の専守防衛はできるわけでしょう。世界6位の軍事力なんだから。何やってんのこれ。そこで問題なのは、今ある法律ではね、いくつか隙間があって万が一の事態に対応できないということなんだ。具体的には戦争が起きた国から隙間スイッチですか。隙間スイッチの音楽流すとラブリーですね。すごいですね。あと日本に向けて発射されたミサイルを同盟国のアメリカの戦艦が撃ち落とそうとする。その時その戦艦が攻撃されても何にも手助けができないんだ。おかしいよね。だって撃ち落としに失敗したら、うん、バンゲリングベイカーだから日本人の安全を守るため、いろいろな法律を点検して隙間を防ぐこと、そして協力し合って日本を守ることが大事。そうすることで抑止力がさらに高まり、戦争を未然に防ぐ。それが平和安全法制の目的なんだ。だからそうなの、今書いてるように個別的自衛権なの。今度の法律だって実質的には個別的自衛権以下の内容なんですよ。そうですね。だから立て付けが悪い耐震偽装だってヤシは言ってる。相手を思いとどまらせることだね。抑止力が高まれば戦争が起きにくくなる。じゃあ抑止力があればいいのね。だから抑止力ってのは外交だったりするのに外務能省すぎるから困ってるわけだ。関係も強化するし、それだけでなくアジアの国々や世界中の友好国と信頼関係を深める努力も一層大事になってくるよね。具体的には積極的に国際社会の責任を果たすこと。どんな国も今や一国だけで安全を守ることはできないよね。だから日本自身が国際社会の平和と繁栄に積極的に貢献をして信頼されるメンバーになることが必要なんだ。いろんな国々が国際社会の平和と安全のため汗を流している。日本も人道的な国際貢献の幅を広げたりしてさらに汗を流していくことが重要なんだよね。でこの汗を流すという言葉僕はあんま好きじゃないんだよね。そうですね。なんだろうこの情緒的な言葉ね。だいたいほら国会でも丁寧とかさ、嘘っぽいよね丁寧。そんなこと使わなくていいですよね。私も頑張るわ。本当に戦争に巻き込まれたりしちゃないわけ？そんなことないから。徴兵制なんかも絶対にありえない。だって。あれ？もうついちゃった。もっともっともっと話を聞きたかったけど。なぜこれだけ入れたんすかね。シーユーってそんなチャラい問題かよ。お前はベイビーメタルかって感じだけど。でちょっとこれじゃあこれパロディの方も見ますか。パロディの方ですね。パロディ行きましょう。パロディのやつがどこにあるんだろう。どこあるだろう。探します。パロディの方が視聴率がいいって話なんだよね今や。確信分になるとパロディちゃん、パロディちゃん、パロディ、パロディってあったほら今あったよパロディ。人間のパロディ、あと上回るってパロディ再生、これはニュースか、はい、どこだブースか、ないかよ。消されちゃったりしてんの。いやそんなことはないと思うんですけどね。ね結構物が多いんですよね。だパロディって打ち込んだめたら一緒に。はいはい、はい、今それでやってみて。やってる？はい。あれを。ちょっと待ってください。銀座から。銀座は載せてないんだ。いや銀座からだとこれじゃ出ねえのかな。そうそれか。少しもとか出ないかな。これか。これそう、これは2個、これはヒゲじゃん、オリジナル。パロディはぜひ見たい。全部突っ放しだったらね、お客さん。よろしく。今、一生懸命ブースからやってますので、ね。探してます。まあ、その他はそうだね。まあ、ドナルド・トランプ氏がね、メキシコ人なんて強姦野郎だみたいなわけわかんない発言してるのに、アメリカで共和党候補で1位になっちゃってて、人気が、共和党も困ってるって、アメリカも劣化してんね、本当に。日本と同じような状況になってきて。ああ、ごめん、なんか URL 貼って出しておいた。はい、はい、はい、はい。ありがとう。ブースカよりも仕事師だね。ブースカの代わりに雇わないと。そうですよ、僕、仕事なくなっちゃう。やばい。やばい、やばい、やばい。うん。ちゃんとやらない。
あのフジテレビのあの美術の人はクビにならないような署名運動っていうのが始まってるらしいんですか。すかあのほら内臓みたいに、なんか生レバー食べちゃいけないのにレバーみたいな感じのボカーっていうか、え知らないのブースか。それ知らないですね僕。みんなのニュースブースか。はい。え浦島太郎になってないブースか。ちょっとやばいですね。生にあれはやっぱり逆効果だったよね。もうあれ映像見ただけで。だからあの美術の人がクビにならないように署名運動が今始まってるって。そうなんですか。知らないのブースか。知らないです。いやびっくりしたあれは。ちょっと見ましょう。あとでちょっとその見せます。知らないのブースか。出た。はい。あかりちゃん。いきますよ。あかりちゃん行きます。はい。出んねん、それ映像。あれあかりちゃん、うん、いや知らないし電車内に急に話しかけないでほしいんだけど、そもそもこの電車内というシチュエーションは何、おっさんが女の子に教えてやるっていうセクシーズム満載の設定もかなりありえないけど、まあナイスタイミングって言えばナイスタイミングかもね。何ナイスタイミングって。どっかの音がわけわかんない、顔は強化清潔しようとしてるわけよ。知ってた。そりゃ大変だ。じゃあズバリ言うけど、今回のアンプ構成憲法違反だよね。そりゃ大変だ。超大変だよ。この時代に原主義の否定なんてどこの独裁国家って感じ、ありえない。ちょっと音もっと大きくしろってブースか。でもこれが限界です。じゃあ野手の方から音出す。あ、いやだとすると多分結構しちゃう。真剣に考えてるように真剣に国民に説明する気はなさそうだけどね。国民の8割が説明不足、6割が反対って言ってるのに理解を得られなくても決めるって小野幸村さんも言ってたよね。戦争法案だって批判されたら名前だけ変えてみせたり、全く詐欺師かよって話だよ。平和安全法制のことだね。日本国民みんなの命と平和な暮らしを守る、そのための法律の整備だよ。だったら国民に面と向かって説明して会見したいならしたい、堂々と筋通せよって。あかりちゃんも知ってる通り、最近の日本を取り巻く情勢は残念ながら決して安全とは言えなくなってるよね。そもそもそれもいつといつを比べて言ってんのって話なんだけど、実際に日本にミサイルを向けてる国があるの知ってる。中国って言ったんでしょ。はっきり言えよ。しかもなんか最近ミサイル向けられたみたいな言い方してるけど、ミサイルの照準が向いてるのは冷静感は変わってないんだけど、何のための危機感を持ってるの。もし現実にミサイルを撃ってきたらどうする。現実にミサイル撃ってきたら個別的自衛権に対応できるでしょ。あんたたちが無理やり押し通そうとしてる集団的自衛権の話とは関係ないよね。それにミサイルを撃たせないようにすることが政治なんじゃないの。ちょっと煽られただけで大騒ぎするなんてプライドだけ高くて切れやすいボンボンの発想だよね。そりゃ大変だ。クソ大変だよ。他にも尖閣諸島でのトラブルとか知ってるでしょ。日本の領土領空を守るために自衛隊の飛行機が緊急発進した回数がなんと10年前の7倍になってるんだ。はい、出た。10年前の7倍よね。そもそも冷戦期にはそれ以上の発進回数があったのに、あえて最低の回数だと10年前と比べる理由は、それどころか安倍政権になってから異常にスクランブルが増えて水増し疑惑とかもあるんだけど、まあそれよりは。それに見てよこれ、船の形、軍艦じゃないよね。もしこの船に自衛隊が攻撃してみない、国際法上先制攻撃ってことで相手に正当防衛する権利が与えられることになるんだよ。ミサイル向けられてるからこそ慎重にカード切るべきとこじゃん。なんでこういうとこだけ無駄に格好つけようとするわけ。そんなに喧嘩の強い僕で痛い。北朝鮮も確実に向けられてるし、最近はテロやサイバー攻撃も本当に深刻。サイバー攻撃とか言ってる暇あったら、まずは年金の情報流出の件なんとかしてくんない。せっかくテロって戦争に参加するから狙われるんだけど、あんたたちは戦争に参加できるようにしたいんだよね。自分の言ってることが矛盾してるの分かってる。私たち日本人もいろんな脅威にさらされているんだ。クレタ政権が一番の脅威だってのは私もびっくりだけど、そこで問題なのは今ある法律ではね、いくつか隙間があって万が一の事態に対応できないということなんだ。その前に政府の答弁の隙間も何とかしてくれないかな。具体的には戦争が起きた国から日本人を避難させようとしてアメリカの船が運んでくれていても、その船を守ることができないんだ。もう何度も言ってるけどさ、前提がおかしい。まず軍艦を狙われやすいから民間人は乗せるべきじゃない。さらに言えば米軍は邦人を輸送するような事態を想定してない。ありえない設定を持ち出して無理やり丸め込もうとしてんなら、せめてもうちょい上手い設定持ってこいよ。あと日本に向けて発射されたミサイルを同盟国のアメリカの戦艦が撃ち落とそうとする。その時その戦艦が攻撃されても何にも手助けができないんだ。だからさ、
日本が狙われてるんだったら個別的自衛権じゃん。もうかなり無理ある設定で、なぜ集団的自衛権を説明しようとしてるの？おかしくない？おかしいよね。あんたは言ってることに、ね、日本人の安全を守るため、いろいろな法律を点検して隙間を防ぐこと、そして協力し合って日本を守ることが大事。そうね、それ自体否定しないよ。そうすることで抑止力がさらに高まり、戦争を未然に防ぐ。それが平和安全法制の目的なんだ。直前までいいこと言ってんのにね、なぜそのための安保法制って説明には全くなってないのがマジ怖い。むしろ突き入れ隙間を増やすことになるだろうね。抑止力が高まれば戦争が起きにくくなる。抑止力ってことは本当好きだよね。対テロ戦争にそんな抑止力なんて聞かないし、アメリカ見てみなよ。日本は今まで戦争しない国としてさまざまな平和貢献をしてきた。特に紛争地域、貧困地域における民間レベルの活動は本当に大きな信頼を得てる。それこそが一番の抑止力でしょ。なのにそんなことも無視して無駄なマッチョリズムを政治に持ち込むわ。そのために憲法違反まで犯して突っ走っちゃうわ。あんたんとこのボスに一言伝えてあげてよ。狂ってますよって。簡単でしょ。そんなに簡単じゃないんだ。うん、でしょうね。でも単純にも備えることは大事。増えてんじゃねえよ、キモイ。アメリカとの同盟関係も強化するし、それだけでなくアジアの国々や、アジアって言ったよね。あなたのボスは中国や韓国に対するヘイト記事でいっぱいの保守速報が大好きみたいだけど大丈夫？そりゃ大変だ。うるさいよ。世界中の友好国と信頼関係を深める努力も一層大事になってくるよね。具体的には積極的に国際社会の責任を果たすこと。どんな国も今や一国だけで安全を守ることはできないよね。だから日本自身が国際社会の平和と繁栄に積極的に貢献をして信頼されるメンバーになることが必要なんだ。私もそう思うよ。でもあなたたちはそのために戦争に参加しなければならないと思い込んでる。アメリカの戦争を全て肯定するの？テロがこんなにも深刻化している理由について少しは考えたことある？日本も人道的な国際貢献の幅を広げたりして、さらに汗を流していくことが重要なんだよね。すでにめちゃくちゃ汗かいてる現地の日本人 NGO や医師たちがこの改悪法案に猛反対してるよ。戦争に参加できる国になった時点で海外にいる彼らが真っ先に攻撃対象にされる可能性があるんだよ。それで何が人道支援だよ。マジいい加減にしてよ。ついついみんな他人事みたいになっちゃうけど、政治家や自衛隊だけの話じゃないんだ。みんなで関心を持って正しく理解することが日本にとって一番大事だね。正しく理解することね。まずはあんたのボスたちに憲法を正しく理解することをお勧めするわ。最後に一つ、徴兵制に関して。憲法を軽んじて退職会見しようとしてるくせに、なぜか徴兵制に関してだけ憲法と禁じられているから内田明里とかがやってる。そんなこと、あなたたちの狙っているのは経済的徴兵制だから。日本は今貧困大国になろうとしてる。大学に通いたくてもお金のない18歳の若者に他の仕事とは比べ物にならない厚遇で自衛隊入隊の手紙が来る。そうやって自発的に軍隊に押し込むんだよ。アメリカがそうしてるみたいに。そんなことないから。日本で言えば徴兵もしたいんじゃないの？そういうマッチョなの大好きだもんね。訓練を受けさせて思想教育して美しい日本人が作れるとでも思ってるんでしょ。選挙権を18歳にまで引き下げたのもその関係だもんね。絶対にありえない。なってほらね、その先言えないでしょ。つぼしだもんね。あんたたちが間抜けなことばっか言ってる間に国会前は法案に反対する人たちあふれかえるよ。もし来てくれたら試験在民っていう中学で習う単語について教えてあげるね。待ってますよ、佐藤正久議員。はは、お手柔らかに。シーなるほど。まあ、両方流しましたけどもね。ちょっとごめんなさい、音ちっちゃくて、ね。マツコ様が出てきた。マツコさん出ちゃったけど。まあ、ネット上で見れるってことで。ちょっと URL を貼りますよ。こちらちょっとご覧くださいな。まあ、これはこれで一つの論としては、まあ、かなり偏ってはいますが。なるほど。いますが。まあ、両方ね。両方偏ってるというふうに見るべきでしょう。はい、もう非常に、まあでもまあとにかくほら、なんかとあるタレントの人が、はい、自分の意見を言わないで両方の意見が聞きたいって今更のように言ったけど、俺はこう思うけどって書いてる女の子のタレントの方がよっぽどまともだよ ね、はい、ですね。だからほとんどなんだかよくわからないっていうね。だからまあそれは基本的にやっぱり小林よしや小林節さんのようなダブル小判がだよ。ダブル小判、はい、ね、お怒りになってるのはなぜかってところ、もう一回胸に手を当てないとね。それはやっぱりちゃんと正々堂々と、うん、
理論を尽くして利益が生まれるように利を尽くしなさいってことを彼らは言ってるんだから、はい、まあそこはちょっと失敗ちゃうよね。まあ、でも一応今回このムービーの再生でですね、うち何ヶ月ぶりぐらいのあの追い出しが始まっております。ああ、そういう追い出しって俺何かと思ったらそういうこと、はい、こんなの流すだけで見に来ちゃうの。いや違う、あのそれで見ちゃうっていうことでありがとうございます。わけわかんない、すいません、ご迷惑かけます。だからそれはそういうことよ。だから会見が王道って書いたけどそういうことですよ、はい。だ会見がすぐにはできないから96条だけど、それもすぐにはできないからってことは、それはやっぱりね、邪道だからね。そうですね。ルイ邪道のワインだって泣いちゃうよ、本当にね。まあ、だけどちょっとあの CX のみんなのニュースのあれはさ、あれはやっぱりちょっと俺は、なんであんな模型作ったのかね。いや、あれはさすがに安倍ちゃんもかわいそうだと思ったよ、俺。そうですね。まあ、あれ見た人、まあ、YouTube でも流れてるけど。はいはい、あの黙々煙のね。でまあそれ書いてた人はね、戸締まりしなきゃって言いながら戸締まりしたけど外に出かけてったら空き巣に入られちゃうだろうっていう意見があったんで、まああの例えの方策は一応ねもう一回ほらどじっちゃってんだからやめとけばとけど、あのでもやっぱりフジテレビのあのまさかのフジテレビでまさかのアウェイのようなことをされてしまったっていうのは何だったんですかね、あれは。あれはちょっと皆様のご意見聞いてみましょうか。あの生肉うまそうだなと思った。なんであの模型を作ったかね。なんであれをチェック、事前に世耕様はチェックしなかったかね。世耕様の奥様民主党だからね。世耕様も実は民主党にのインフルエンザにかかってんのか。それネトウヨの人たちはやっぱり聞くべきじゃないの。世耕様だって林久美子様と結婚して家で話してんでしょ。林様はだってこの安保法制の猛反対論者の一人ですからね。世耕様そんな人とどうして結婚したよ。はっきり言って、まあ阪神ファンと巨人ファンが結婚するっつならまだ話はわかるけど、一応政治家同士でさ、そんなに考え違う人間がだよ。いいのか。どうよ。あれ何だったんでしょうね。ね、だってあの民主党のほらなんだっけ、全国に配ったあの漫画みたいなの、あれ作ったの林久美子様だからね。世耕様の奥様が作ったんだよ皆様。わ、世耕様大丈夫かな、広重様。うん。来週は放送するでございます。はい、あと広島で8月2日の土、はい、日曜日に、はい、あの平和記念館で。あの堀潤さんもいらっしゃって、ええ、イベントしますのでね、ぜひお越しいただきたいと思います。今週の土曜日の、 あの、札幌はなんかもう満員御礼になっちゃってるらしいですけども。あら、それは素晴らしい。ありがとうございます。ということでございます、ね。そうですね、ちょうどいい時間ですね。いい時間、あと2分半。2分半。はい。ねえ。じゃあもうここでアンケート取っちゃいますか、ブースか。ね、時間中にアンケート取っちゃいます。時間中にアンケート取りますか、今日はどうでしたかと。さすがに今日は一応ね、放送事故が起きなかったんで。はい。そうですね。放送事故が起きなかった。だけど、まあ、じゃあ、国立はうまくいくかいかないか聞いてみるか。そっちね。白紙撤回になったけど、国立、本当にみんなが納得するようなものできるかできないか。ね。大丈夫。で、やっぱ基本的にこれ、やっぱり建築家にしたって、オールジャパンの建築家がやるみたいな具合にならなきゃ、国民も盛り上がらないでしょう。でも国際コンペだったらこれ国際機関、あ、国際的な人に誰かが選んじゃうしね、安藤様がまたシャシャリ出てきたりなんかして、だからといってね、どうか役人の永全家の設計士が作ったらもう本当に目も当てられないようなものになっちゃうしね、ブスが。そうですね、うん、聞いてみましょう。はいね、まあちょっと本当にロールシャッハーの時間になってきちゃってる感じがしますけどね。これは私はやっぱりあの大阪インチキ党構想が否決されたところがやっぱりね、あの潮の変わり目だったかなっていうふうにずっと言ってるんですけどもね。ヤシのアイディア言ってるよ。ヤシのアイディア来週のサンデー毎日にも書きますからね。もうさらちのままでいいっていう人、あ、今本当に参拝処理場の穴が開いたような状況ですから ね、 今週のあの今月の外ことで浅田さんと川出の屋上から撮った写真が載っておりますので、何が飛び出すんじゃんって、もう、ば、あの飛び出しんち、今、すごいらしいですね。ですか、中国人がわんさか来て、あ、そうなんだ、フライデーだかに載ってたけど、いやいやいや、はい。いきますよ、5、4、3、2、1、ボン。ああ、ちょっと皆さんね、はい、だってやっぱ、
みんなが、おお、これなら OK って半分の人が覚えるようなものを作んないといけないから大変なパンドラですよ、これは。まあ、私も、だから私はまずはもう、開会式は、皇居前広場、二重橋前広場、で、球技場に関してはもう本当にシンプルなものを使う、木を多用する、宮大工総動員、ね。もうだからレジェンドってのは大会が終わった後じゃなくて、開会式を皇居前広場のところで、ね、木製の桟敷の席を作ってやったら、レジェンドが ING で始まりますよってことは私は言ってるわけよ。だからもう磯崎新たにみんな乗りましょうということでございました。これだったら牧文子さんも賛成するし、他の建築家も賛成しますよ。まあ安藤忠雄さんは私も仲がいいというか知らない仲じゃないし、電話で話す人ですけども、安藤様も今回はちょっとね、ご病気だから楽隠居していただいて、ということであろうと思っております。はい。じゃあ、まあ、ちょうど近すぎたところでアンケートを、最後のアンケートを、はい、このアンケートをしながらお別れでございます。また来週お会いしましょう。じゃあね。